皆さんこんにちは、フィールネオです。スマートフォンやインターネットが関連するトラブルや犯罪に青少年が巻き込まれるケースが増えています。スマートフォンには有害サイトの閲覧を制限できるフィルタリングや、アプリの使用時間などを管理できるペアレンタルコントロールという機能があります。フィルタリングやペアレンタルコントロールはスマートフォンに関するトラブルや犯罪の被害防止にとても有効なので、青少年の皆さんは必ず設定してください。それからスマートフォンやインターネットを利用するときは、保護者の方としっかり話し合ってルールを作って適切に利用することも大切です。保護者の皆さん、大切なお子さんを守るためにご協力ください。ルールを守って楽しく使いましょう。私たちからのお願いです。以上、フィールネオでした。